各地で花火大会が開催されています。いただいている花火リポートをご紹介していきます。まずは茨城県鳥出市の方からいただきました。稲敷夏祭り花火大会グランドフィナーレということです。うわぁ、いいですね、この花火。一番下と中間と一番上で3種類の花火が見えています。フィナーレって一番の見どころですよね。 下の方がなんだか扇子のような花火でいろいろな形があって楽しいですねでは続いて見ていきましょう埼玉県さいたま市大宮区のリポーター名咲とむさんからいただきましたいろんな色の花火が綺麗ですといただいています綺麗ですねやっぱり花火はこの夜空をキャンバスに描かれる芸術ですよね 緑色、赤色、そして黄色といろいろな色が使われていてすごく見ていて楽しい気持ちになりますでは続いて見ていきましょう神奈川県相模原市中央区の方からいただきましたスマイルの花火を見ました実家の近くの花火大会では見られないので珍しく感じましたということでいただいていますあ、かわいいパッと笑顔が咲いてまた。 と消えていく感じがいいですね。しかもたくさん、いろんな角度から笑顔に見えるように打ち上げられているんでしょうか。では続いて見ていきましょう。東京都港区の方からいただきました。3年ぶりの花火大会で夏を堪能しました。といただいています。 動画でいただいていますけれども、キラキラっと光って、こう、しられのように垂れていくのがすごく美しいですね。ということで、各地からいただいている花火大会リポートをご紹介していきました。今日も花火大会が開催されるところ多くなっているんですが、この後のお天気についても確認していきましょう。 19時から時間を進めてみていきますが、今日は東日本や西日本の太平洋側を中心に雨が心配です。北日本は広く日差しが届いて花火大会もバッチリ開催されそうです。時間を進めてみていきますが、この後も太平洋側などは少しお天気心配ですね。花火大会の情報、そして主催者側のホームページなどもしっかりと確認してください。 花火大会の情報についてはアプリウェザーニュースからも詳しく確認することができます。